はい、やってまいりました、モンジーです。今回も初心者が行くユアホプやっていきたいと思います。今回はどんな村に生まれるでしょうか。ではやっていきましょう。生まれようとしています。はい、生まれました。ママ?あ、違う、ママじゃないあ、ママだ、みなみちゃんママカソに打ち勝つみなみちゃん、38歳。あなたは海です。貝かなそうだよ。あー、トウハタ畑がない感じ。あーあーあら、頼むじいちゃん死んでいった。よろ、子供いっぱいだな。我もってカウントしないとお仕置き。何3です。わあ、すごいウサギ持ってる。ナイスカウントえめーん あ、子供いたんだ一本勝負あり。朝ハグお願いします。ありがとう、お世話になりました。ほろりあ、これやってなかったっけ。もうだいぶ揃ってるのかな。羊もいるし、トウワタがないのか。シチューもやってるし、あー枯れてるね。あ、鉄があんまりないのかな。あ、これやばい、お腹が。あー、ちょ、もらいます。あ、ちょっとなんか変なの取っちゃった。鉄あんまりないのか。今から取りに行く感じなのかな。まあ、カゴがいるよね、カゴがいるけど、沼地がないな。もうないのか。あ、カゴ落ちてた。ラッキー。うわ、びっくりした。この辺に、あ、あるじゃん。え、真下ぐらい。バラ鉄とか落ちてないのかな。やばい、お腹が。お、すげえ石落ちてる。すげえ石落ちてる。あ、バラ鉄あった。バラ鉄拾ってこ。はい。向かいいる。ああ。ひどまりっぽい。あ、弓矢が落ちてる。まだ持てないよね。何歳からだっけ、弓矢持てるの。あ、ここ掘ってある。あ、掘ってあれか、あれつけるだけか、支柱キット。
バラ鉄なかったな。弓矢が落ちてたけど。弓矢回収しようかな。あ、これあるのね。支柱キット。この人が行くのかな。でもなんか分かってるっぽい感じだよね。これ一個作ってて、で多分これでもう一個作るんだろうね。分かってるのかな。今何歳だっけ。何歳から持ってるんだっけ。12歳から持てたっけ弓矢って。どっかこの辺に、あ、あったあった。これで試せばいいんだ。あー、持てる持てる。よしよし。よしよし。ちょっとじゃあ下のやつ持ってこよう。うわ、僕は見るんだよね、この辺。あー、あったあった。これこれ。よし。ついでに狼殺していくか。ほい、あれ。う、いや、あ、あれ。あ、おお、なぜかセーフ。なぜかセーフ。あ、危なかった。ほい。あれ、もう全滅したかな。平和が訪れた？意外と、あ、意外と平和になったっぽいな。よし、帰ろう。あ、ああ、取ってるね。よしよし。すごい。リュックすごい作ってる。もう一個あったよ。ちょっとじゃあ、馬でも捕まえてこようかな。ペシ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 。ああ、やっちゃった。ペシ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 。やばい。これでごまかそう。よし、これで。よし、持ってこう。結構これ使うんだよね、今ぐらいになると。これを長名でパシンとやって、どこに馬連れてこようかな。この辺にしようかな。ちょうど真ん中あたりだし。あ、でもこれ邪魔か。邪魔になるから、ここにしようかな。外れの、ここにしようかな。鍛冶屋さんで。よし、じゃあこの外れにしよう。これでいいんだっけ。これ一回のために。で、スコップをちょっと借りて、で、スコップでザシッとやって、で、これをベシッとやると。OK。で、これ返して、馬でも連れてこようかな、じゃあ。あ、でもなんかサドル作ってんな、あそこに。誰か行ってるのかな？行ってる可能性あるな。捕まえるやつね、なんつったっけ。あれ、なんつったっけ。タズナ？タズナだっけ。あれは、トーマタすげえたくさん使うから。結構大変なんだよね。あ、あった。あ、結構あるか？あ、いけるか？で、ロープでしょ？お、いけるか？お、いけそう。あ、いけるじゃん。で、あー、ちょいちょいちょい。これと、これで、結構あるな、ここ。はい。で、ロープとロープで、投げ縄。そうそう、投げ縄。で、馬を連れてこよう。うわ、すごい顔になってる。クマみたいな顔。うわ。馬の、あ、いた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 。ほい。うわ、蛇が怖い。蛇が怖い。
追い詰めた。おい、おい。なんで。おい、おい、おい。おし、やったね。馬ゲットだぜ。はい。で、人参もらって、人参あげて、はい。で、あとは、サドルですな。サドルなくなった。あ、今、捕まえに行ってたんだ。参ったな。ここに付け替えようかな。並んでた方がいいよね。スコップで掘ると取れるんじゃなかったっけ。これ外せたっけ。あ、ダメだ。サドルつけないと。サドルつけないといかんのか。ちょっとじゃあこれ返しとこうよ。このサドルもらっていいかな。誰が作ったんだろう。パンツ。サドルもう一個お願いしようか。よし。これで。あれ？よし。で、確かスコップで潰せたよね、これ。違ったっけ。違ったっけ。木槌で潰すんだっけ。木槌で叩いて掘る。ああそうだ。やっとわかった。ああじいちゃん、どこ行っちゃった。ちょっとパイもらいます。うめえパイ。あ、ごめん。ごめん。すぐやる。ああ。ごめん。ごめん。先やっちゃった。いよいよ、すまんね。サドルお願いしていいですか？お、12時と、ありがとう。12時と、16時40分。おー。何時だっけ。12時と16時。16時って言った。間に合わん。そうか、16時40分。分かった。12時と16時40分ね。はーい。あ、行っちゃった。よし。12時は近いって言ってたね。じゃあ行ってこようかな。12時は結構近いって言ってたから、もう一個乗る。次行ってくるか。じゃあ12時は結構近いって言ってたから。本当かな。ほら、ここにあるってこと？ほんと？怖え。ほんと？ほんとに近い？拠点からの距離とかがさ、出ればいいのにね。12時の何、どのくらい行ったところってのが分かれば、分かりやすいんだけどな。こんな遠くないでしょ、さすがに。
危ねえ。ほんと？うわ、来た。いや、違うでしょう。こんな遠くないはずですよ。今何歳？まだ大丈夫？帰るか。これは近いとは言わないかな。どっか見逃したな。あ、これかな。12時。よし。で、穴掘って、あら。で、これやって、さあ、いくつ出るでしょうか。2、3、4、5、6。あ、置けない。7、8、9、10、11、12。あ、13、14、15、16、17、18。19、あ、19か。しょぼい。あと12個。よし、これで。あと1回行けば全部持ってこれるかな。あ、ここになんか1個ある。やべ。よし。1、2、3と、あらら、3と、あ、違う、あ、嘘、なんでそんなことになる。 OK、 すっきりだね。なんかちょうどぴったし持って帰れるとすっきり。家に帰るまでが鉄運びですから。おっしゃー、帰ってこれた。よし、わあ、すごい鉄いっぱい。あと16時40分って言ってたね。16時40分は遠いのかな。ちょっと馬で行ってこようかな。16時40分って、16時40分4時40分ってことかな。4時40分ぐらい？こんぐらいってこと？しかもなんか遠い感じっぽかったもんね。え？この辺かな？あった？16時40分。この辺だと思うんだけど。おお、クマがいる。ん？あ、これかな？これは遠いわ。結構あるな。結構遠いな。馬で行っても結構時間かかる。はあ。あれ？人いない？ひょっとして。なんか人が急激にいなくなってる気がする。人参抜いとかないと。え、人いる？これ。人いるの？あれ？この人だけ？あ、違うか。やべ、人参取っちゃった。人がいない。あ、今行ったの女の子？あ、女の子いるんだ。よかった。で、よかった。おお、手際が良い。じゃあまあいいかな。もう鉄取ってきたし、馬捕まえたし、じゃあここで死の。ここで死ぬと周りが囲まれてるとね、確かあれなんですよ、骨がね出ないんですよね、確かね。はい。
というわけでね。はい。今回はね、結構いろいろやったような気がするな。いろいろやったのかな。まあでも、最後、村が崩壊してなくてよかったな。崩壊積んでなくてよかったです。はい。それじゃあね、よかったらグッドボタンとかチャンネル登録とかコメントとかしていただけると大変喜びますので、はい。またよろしくお願いします。はい。それじゃあね、また来世で会いましょう。バイバーイと。あ、骨どうなったか見てみないとかね。多分ね、すぐりの中の、僕の、ああ、もうちょっとだった。この人に変えたい。この人に。ああ、そっち行っちゃうの？もうちょっと、もうちょっとすぐりの方行ってくれんかな。この子。この子すぐりの方行く？行かねえのかよ。あ、またどっか行っちゃう。あ、またどっか行っちゃう。あ、ハク行くんじゃない？ハク。いやー、すぐりの方。もうちょいこっちなんだけど。あ、行く行く？行かないの？その、パイを持ってどこに行くつもりだ。あー、ゴムやってる人か。あ、ほら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 。ほら、ないでしょ？ないでしょ、僕の。骨が。そういうことです。そういうことです。はい。